前科3班893番ちょいき太郎です。本日のお話はヤクザ社会で出世する人のお話をしたいと思います。これはですね、意外とですよ、真面目な人っておかしいかな、意外とっていうか本当にそのまあこれ当たり前といえば当たり前なんですけど、真面目な人なんですよ。なんとなく相撲の世界に似てるというか、一見なんかすごく勇ましい感じがする横綱にまでなった人をよくお話聞いたり調べたりすると、すごく勤勉だったり真面目だったり神経質だったりっていうことをですね、まあ稀に違う人もいますが、なんかヤクザの親分だと豪快でイケイケでみたいな、そうじゃないんですよね意外と。例えばですね、私が思い出すと、まあ今でもその初犯の時とかもう25年以上前、同じ工場同じ部屋だった人で、今もう雑誌なんか調べるとパッと出てくるような人がいるんですけど、その方がじゃあどうだったかって言ったら、そんななんかもう監修の言うことも聞かないとか、誰かと喧嘩してるんじゃなくて、そんなんじゃなくて本当に毎日般若心経は全部、それが終わるまでは一人でずっと、普通食事が終わってもう自由時間になって、本修士仮修士になって本修士になるまではみんな結構テレビ見たり、まあ見れる時は、そうじゃない時はもう雑談っていうかガヤガヤガヤ喋ってるんですけど、その人はもうそれを書き終わるまでは喋らなかったんです。あるいは資格試験勉強を一生懸命してる人もいました。まあ、陰口で、そんなもんヤクザやってんの、資格や試験取ってどうすんのって、使えないじゃんって、いやいや、使えないけど勉強しとくことはって言って勉強されてる人もいましたね。本当に、どの社会、どの世界、どの分野でもそうなんですけど、ある意味、真面目でないと務まらないのかなっていう。でも、じゃあやったことはっていうと、ただですね、その、本当に刑務所にいるとみんな悪いことみたいに思いますよね。それ悪いことしたから捕まってるっていうふうに思うかもしれませんが、そういう人たちの話を聞くと、そんなことでって、それはちょっとないんじゃないっていうようなことがあるんですね。自分の配下の者がやったこと、自分が現場にもいない、それを実行行為をした、証明もないんだけども、もうそういう形、自分の上に登るぐらいなら、他に迷惑かけるなら、もう自分が認めた方が済むわ、というような考え方なんですね。まあ理不尽といえば理不尽ですけど、そういう一部の人、そういった方、あるいはもうヤクザの中でも本当に分かって自分でもうそういう行為をした人を殺傷する破壊行為っていう人たちのカテゴリーと、あとはもう本当に自分の快楽と自分の利益を追求してくる人たち、もう約その3層に分かれてるんですね。まあこの中の3パターンの中で出世する人っていうのはやはり配下のことでっていうような、そういった方たちも今ですよ、私が知る限りは本当に質素倹約です。まあそれは一部の方はその豪勢な暮らしをしている人もいるんですが、二次団体、三次団体の組長クラスで縄張りがあり、その島を維持していくっていうのは、もうそれこそ本当になるべく地域社会に貢献できるような掃除を自らやったり、多少弁なんかしないなんていうことも聞いたりもします。それぐらい嫌われないようにって言ったらあれなんですけど、社会からも警察からも上げ足を取られないようにしていく。まあ聞けばですね、自分たちと子供にも迷惑をかけないように会わないで、就職するまで進学しても会わないように席を抜いてって、涙ぐましいようなことまでして、この自分がやっていることを他に波及させないようにっていうような生活をしてます。で、当然その考え方なんで、じゃあ前みたいに元気のいい若い者の将来性がある子をうちに来いなんてやれないんですよね。自分の子供たちの将来のことを考えて、自分が合わないような人が他人様の子供を預かって組員になった時点で社会性がないような、例えばクレジットカードが使えない、ローンが組めない、部屋が借りれないっていうようなことをできないんですよね。もうどうにもならなくなった人たちを迎え入れるっていうことはあって、組を最低限維持していく、将来性があるものではないんです。もう本当に沈み行く船です。40代50代が主軸で、構成員の中心で、まあ20代なんてほとんど、30代40代なんて本当に珍しく超高齢化社会なわけです。そこに心ある方がその
リクルートしてうちに来いよなんてことはないわけなんですね。そんな状態のところをあえて門を叩くっていうようなことは私は当然進めませんし、私もその道に行くということは考えておりません。当然ね、出所の暁ですよ、このバーチャル刑務所出所の暁にね、そのような大変だっていうことだけ分かっていただくっていうか、物事の先頭立って求心力がある方でももうそうなってるっていうのは現実なんで、今後これからそういうところに進んでいく人たちも、組織が大きくなっていくところも少ない、まあ一部組織では拡大してるところもあるけども、それは他のところがそっちに移動しただけであって、母数が増えているわけではないということをお伝えして、このお話を締めくくらせていただきたいと思います。ありがとうございます。